こんにちは、クリカナです。ハートフルライフでは自分らしく生きている女性にインタビューしています。その後に星野陽子さんとクリカナでコメントしていきます。今回はライター・インタビュアーの川崎あゆみさんにインタビューしてまいりました。全4回に分けて毎週1回ずつ配信していきます。4回目の最終話はもっとこうしておけばよかったこと、これからやりたいこと、女性でよかったこと、今後の夢や生き方などについて伺いました。はい、じゃあ、あゆみさん、はい、もっとこうしておけばよかったなって思うことありますか？基本的に後悔はしないタイプで、後悔するのが大嫌いなんですよ。力が入ってます。する必要なさそうな。いや、そんなことないですけどね。やっときゃよかったなってことはもちろんあるんですけど、でもね、これ何の役にも立たないと思うんですけど、ダイエットはちゃんとしとけばよかったなって。なんでどこでイギリスで3ヶ月、初めの3ヶ月で8キロ太っちゃったんですよ。で、それから1キロたりとも、1グラムたりとも戻っていなくて、ずっと太いままで、太くないです。全然ないよね。本当にね、もう顔も 30% 増量がずっと続いてるんです。いや、今の方がいいんですよ。ちょうどいいように太ったんですよ、だから。いや、もう本当にだから自信を持って服が着れないのが、そんな一番の話ですか。だってした服しか着れないんですよ。10ぐらい前の話。それでだけですね。なんで太ったと思いますか？ごめんなさい。食生活がやっぱり、あとどこにスーパー行ってるのか分からなかったし、しかも私ひねくれてるから日本人と一切関わりたくないと思って向こうで、だから誰ともこう、もちろん最終的にはすごい仲良くなった人はいっぱいいるんですけど、自分から行こうとしないわけですよ。英語できるしみたいな。その結果なんかこう食べ物のバリエーションも増えず、ビールは美味しいしみたいなことで、太っちゃいました。なるほど、はい、でも今本当は、そうね、後悔はしてるわけじゃなくて、またこれからできたらいいなと思ってることがあるんだけど、それは大学院に行きたいなと思って、やっぱり女性の生き方をもうちょっとちゃんと終わらせたい、終わらせるって言ったしな、自分の中で納得できる形まで持っていきたいなって、こういうのはあります。はい、どういうあれなんですかね、そういうのって、院ってどういう感じのあれになるのかな。そうなるとなんかね、あるんですよ、女性の生き方研究してるところが、はい、ちょっと心の中でも決めてるところあるんですけど、あ、そうなんですね。普通の大学の院ですか。普通の大学の、はい、そうです。最近でもそういうのって多分多いと思うんですけど、変な話、科学的とかそういう意味ではなくってなんですかね、思想的なんですか。どうなんだろう、まあ、統計とって、なんとかっていうことなんじゃないですかね。先生、男性女性どっちなんですか。多分女性だと思います。でも私、ジェンダーがどうとか、フェミニズムがどうとかっていうことではないですよ。じゃあ違いますよね。そうなんですよ。そうですね。だからもしかしたら行かなくてもできることなのかもしれないんですけど、でもやっぱちょっと分かります。そういう、ね、学んだ上でそうじゃないって決めるのと、学んでないことがまだあると、知らないことがまだある不安っていうのはやっぱすごくあって、ちょっとまだ諦めてないんです。それ日本ですか。日本です。でも海外はね、実は考えたことあるんですけど、そう、海外的な思想とその女性のそのキャリアのバランス、日本とって考えたりする。日本と海外の、そうなんですよ。私もワーキングウーマンっていう、確かワーキングマザーっていう英語の雑誌があるんですけど、それを定期購入してたことがあって、それを見ながら日本の女性のワークライフバランスと向こうの方のワークライフバランスの違いとかを見たりとかはしてたんですけど、なんかどうも私こうちゃんとこう結論つけることができないというか、統計をどう読んでいいのかわからない、データをどう読む、そこから読み取って結論に持っていくっていう力がないんですよ。なのでいくらいろんな人にインタビューをしていろんなアンケートを取っても、それがどうしたみたいなことになっちゃう。その手法を教えてもらいたいとか、今更ですが自分の中でどっかのポジションに落とし込みたいですよね。たいです、それは最終的にあるかもしれないですね。でもしかしたらそこまでいったらまた何か次の目標出てくるかもしれないんですけど、それはすごいありますね。とか、あるいは
もうちょっと英語力もだいぶ落ちちゃってるんですけど、アメリカじゃなくてもイングリッシュスピーキングの人にインタビューをするっていうのを、向こうの方もそのワーキングマザーっていう雑誌を読んでと思ったんですけど、すっごい悩んでるんですよ。働きに出るべきか、子供と一緒に家にいるべきかっていうのすっごい悩んでいる人がいっぱいいるんですよ。当初とか読んでると、なんか子供を置いて出るのってどうなのっていう。だから、あ、一緒なんだと思って、結構アメリカとかの人、アメリカ人って言ったらいいのかな、アメリカの人たちってもっとドライに考えてるかな、ベビーシッター名付けて働けばいいじゃんって思ってるのかなと思ったら、結構悩んでたから、なんかちゃんと聞いてみたいな、リーンインとかそうですよ ね, ねあのリーンって本、あれ Google でしたっけ、あれ Facebook かな、副社長の方、あの女性の方、5年ぐらい前かな、アメリカで出版されて、すごい話題になりましたよね。あれでもやっぱり同じようなことが、妊娠して自分も初めて分かったみたいな、やっぱりね、そうですよね、そうですね、なんかそういうのもやってみたいな。あ、夢といえば、ニューヨークがすごい好きで、住みたい、まだ住みたいと思って、もうニューヨーク大好きで、それがロンドンで仕事してたじゃないですか、で東京で仕事をして、そしたらあとなんかニューヨークで仕事、ニューヨークでも求められる自分でいたいっていうか、そうしたらなんとなく自分の中でいい人生の終わり方ができるわけです。陽子さんの息子さんにニューヨークに参りました。そうなんですか、ベーシストなんです。そうなんですか、ベースの勉強して。じゃあミュージシャンビザみたいなことなんですか。いや、アーティストビザ今申請しようかなって言ってるところで。そうですかね、素晴らしい、ニューヨークいいですよ ね。私もでもちょっと似たような夢があって、あのダイアン・フォン・ファーステンバウみたいな方にインタビューしたいなっていう、はい、ちょっと後ろで控えてます。いや陽子さんがインタビューさ控えて。彼女ユダヤ人で、私ユダヤ人のこととか結構インタビューしたいなとか思ってるの で、ね、なるほどね、ユダヤ人いっぱい、すごいフェイスブックの方とかも ね、多いです。有名な人いるので ね。そうなんですね、ちょっと私まだじっくり拝見できてないので、ちょっとぜひゆっくり拝見させていただきます。ニューヨークで求められる自分いいですね。かっこよくないですか。かっこいい、私もパクりたい。いろいろ映画とか見すぎてるのかもしれないんですけど、なんかああいう成功ものとか大好きで、爽快ですよね。私小学校の時の夢がニューヨークにマンション買うことだったんですよ。そうなんですね。わかんない、多分うちの父親がニューヨークの話ばっかりしてたんだと思うんですよね。でも一番最初になんかイギリスに結構うち両親働いてたんで、相手をしてくれる人がいなくて、あの長期の夏休みとかでホームステイ最初イギリスに行かされたんですよね。そうなんですか。で 小5ぐらいの時だったんですけど、すんごいイギリスかぶれちゃって、すんごいよかったよかったって言って子供って、イギリスのどのあたりだったの。本当にロンドンからちょっと行ったとこだったんですよね。なんか私よく覚えてなくて。良かったんですよね、よくしてくださって。そうそう、で帰ってきたら父親がなんか、で私イギリスに留学したいとか、なんか言い始めた、中学になったら、そしたらなんか父がアメリカを見なきゃダメだって思ったらしく、今度アメリカに突然あれ行かされることになって、まあ、すっごい結構すごい抵抗したんですよ。アメリカ怖いみたいなイメージが多分あって、確かに、ね、でアメリカに行ったらやっぱアメリカだねみたいな。まあ、アメリカ最高みたいな感じで帰ってきて、全然イギリス違いますもんね。はい、そう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 だったんですよね。でも見た方が絶対いいですよね。そういう意味では中3の時に子供たちに見せられたのは本当に良かったなって思いましたね。そうですね、将来の夢はそれとか、あ、でもごめんなさい、話飛んじゃうけど、やりたいことは最近なんですけど、30代の方が50代になることへの不安みたいなのをすごい持ってらっしゃることに気がついて、それは仕事でもそうだし、結婚もそうだし、あと更年期だったり、体のこともそうなんですけど、で更年期は更年期でどんな症状が来るの、いつ頃来るの、それをしな、そうならないためにはどうしたらいいのっていうふうなことを聞かれたりとか、どうしたらいいですか、ザクロ食べてみたいな、なんかそんなことだったりとか、あと仕事は仕事で今会社員だけど、やっぱり好きなことを仕事にしたい、その時にどうやってフリーランスになってた、なったんですか、どうやって仕事を取るんですか、結構聞かれるんですよ。でもう一個は結婚、うちまあ結婚で28年っていうか、もう知り合って30年以上ですけど、すごく本当に仲がいいので、
今30代で結婚された方もずっと仲良くいられるのか、うん、結構テレビとか雑誌とかでも結構その夫婦の中の浮気だったりとか、うん、なんとかんとかってよく言うからずっと仲良くいたいけど年月が経てばそうじゃなくなるのかもしれないって不安を持ってる方がいるんですよ。だから私が大丈夫だよってずっと仲良くいられるよって言うとだったらよかったって安心するんですよ。そういう意味では50代の人が30代の人をなんかこうの30代の人の疑問を50代の人が答えるような、うん、そんなことがうまくロスロットでできたらいいのにって思ったんですよ。でそしたらリアルのイベントっていうかそういうこともできるだろうし、はい、ちょっと今考えてます。いい、私今39なんですけど50代の女性ってっていうかあゆみさんすごい本当50代に見えないからあれなんですけどなかなかあんまり知り合うことないんですよ。会社で私今いる会社ちょっと若くてみんな20代が多いから余計まあそうなんで、うん、前のところでもやっぱり50代の女性って1人か2人で、うん、結構大きい会社だったんですけど、うん、40代半ば前半っていうちょっと先輩が多くって、うん、でもやっぱりだからその40代後半ぐらいまではなんとなくイメージつくんですけど、うん、50代ってちょっとなんかイメージがつかなくて、でも更年期の心配は私もあって、うん、で先輩は最近私お手洗いに行くとすごい怖い顔しててこんなのをね仕事で見せてるのかと思うとすごい嫌なんだよねって言うんですよね、うん、でもあでもなんかそれって先輩だんだん更年期になってきたのかな勝手にね勝手に心の中で思ったりでもまだ44だしなとか思ったりとか、うんうん、なんかいろいろ勝手にこっちが思ったりとか、更年期ってなんか本当に分からないすごいなんて敵じゃないけど、うん、すごい不安なものっていう感じですよね、うん、そうなんですよね、うん、どんなものが来るか、ね、いつ来るのかっていうのがありますよね。はいはいはい、だからそのうまクロスロードでもインタビューさせていただいた方が42歳で閉経して、うん、お肌ボロボロになってっても言う方もいらっしゃるし、40代は更年期があまりにもひどくて7年間寝たきりだったっていう方もいらっしゃるし、起き上がれなくでメンタル持ちていくじゃないですか。そうそう、結構お肌が女性ホルモンとお肌の関係ってすごい密接なので、あの女性ホルモンが乱れ始めるとお肌もボロボロになる、そうすると気持ちが落ちるじゃないですか、うん、んなことから悪循環に陥ったりとか、ね、したりとか太りやすくなったりとかもしますし、うんうん、いろんなね劣化が来るので、見た目のそういうのリアルに聞けたらいいな、ね、予防して講習したらいいよとか、抜けられるよ大丈夫だよっていうのがあると安心しますよね。私もまだこの先どうなんだろうっていう、ある日突然すごい汗が吹き出したりとかあったんですよ。ホットフラッシュでなんだこれっていうぐらい汗がブワーって吹き出すんですけど、寝てる間にタオルが1枚もうなんか相当なんか締めるぐらい、1枚ここになんか野良仕事に行くような感じで、野良仕事って言っちゃいけなかったごめんなさい、タオルをここに巻いて寝てももうすんごい汗でっていう、なんか時計結婚しないと不安で、一人でその時一人でどうにかしなきゃいけないとか、 それがすごい軽なんか倒れてたらそのまんま干からびるみたいないや本当にリアルに普通に私思います。今からシェアハウス住んどいた方がいいのかなと、いや真剣に思いますよ本当に、多分思ってる人多いと思う、言わないだけで、うん、多分つまりやっぱ独身の人45あたりからドッと45の壁みたいなとかね、なんかよく言われますけど、でも仕事があって良かったなっていうのはありますし、うん、ないと本当に落ち込むかもしれないですし、なんかそういう架け橋じゃないんですけど、うん、そしたら50代の人は50代の人で結構メンタルがそれこそ更年期でこうなってるところに自分の経験が役に立つってなるとちょっとまたそのよりもいいかなと思ったり、あなたのこの人の自分の人生がこの人たちのさっきのあのウーマンクロスロードのあのキャッチフレーズじゃないんですけど、うん、あなたの決断が誰かの勇気になるっていうところみたいな、素晴らしいですね、なんかね参考になるっていう、ねえ、うん、これから女性ってよりそうですよね、ねやっぱり、そうですね、やりたいことはそういうことかな、で女性で良かったことっていうのはやっぱりそういう女性でずっといろんな経験されてきて
でその経験がその30代とか20代とかにアドバイスできるってことですかね。うんうん、そうですね。でも一番は夫と結婚できたことなんですけど、うん、まあそれ置いといて、うん、そ, そうなんですよ。女性じゃなかったら夫と産まれてないですからね。うん、そうなんです。本当にそれはそうで、うん、で仕事で言うとそうかもしれないですね。うんうん、女性の方がいろいろそのライフイベントによって影響はされやすいけれども、うんうん、生かし方も結構あるじゃないですか、うんうんうん、女性って、うんうんうん、ねえ、その生かす方法とそれをまあ一つのあれとして仕事としたい、 そうですよね、その辺のあれですよ、持っていき方と、うんうん、そうですね、うん、でもそれやっぱ一歩踏み出すことなんですかね、なんか、ね、今ブログこんなに書く人が増えてればブログで好きなことを書いてみたりとか、うんうん、ただ好きなことがイコール仕事になるが幸せとも限らないじゃないですか、うんうん、趣味は趣味で置いといた方がいいこともあるから、うんうん、でも本当に仕事にしたいんだったら仕事にすることを意識して始めないと、うんうんうん、趣味の延長してで仕事につながったのっていう人はほとんどそんなに多くないような気がするので、仕事にするんだったら意識をして何かちゃんと学ぶとか、うん、そうですね、そうそうそうですよね、それは大事かな、自信にもならないですもんね、うん、なんか目標を立てる、うん、そうですね、2年後には自分はこの分野ではセミナー講師としてみんなの前に立ってるぞと思って勉強していくとか人脈を広げるとか、うんうん、やっぱ目標って絶対大事だなと思って、うんうん、目標ってどうやって立てられてるんですか、さん、目標って何、聞かれて考える感じ、はい、目標、次の目標どうなんですかとか、うん、こんな風に取材してくださる方が時々いらっしゃるので、うん、何だろう、うん、よく5年後10年後の、うん、が自分の姿が見えてないって言われるけど、はい、全く見えてなくて明日の自分の予定も分かんないみたいな感じなんですけど、いやいや、ちょっとそこで聞いてみたいですね、うん、今後のあ、そうですよね、どんな感じに、どんな感じかな、でも私の中ではすごい漠然としてるんですよ、はい、漠然としてるんですけど、やっぱりウーマンクロスロードの川崎さんですって紹介していただいて描いてることは、うん、セミナーで何か話したりとか、うん、例えばパネルディスカッションのパネラーとして座ってる自分っていうのを描いています、まあもちろん本も書いたりとかしたいですし、うん、うんうん、でもしかしたらウーマンクロスロードを紙媒体で発行できるようなことがあったらいいのかなっていうのはあります。それは人に言われたんですけど、商標登録を取る申請するときにあれいろいろ区分があるんですよね、で本当はウェブ媒体としての区分だけでよかったんですけど、通販サイトとしての区分どうしますかって聞かれて、あ、じゃあ一応取っといてくださいみたいな、で紙媒体としての定期刊行物としての区分はどうしますかって言われた時に、それは考えてなかったなと思ったけど、まあ一回ちょっと選択肢に加えてみようと思ったら、なんとなくそれもいいなと思って、それでそれも加えてもらって今3区分で何でもできるようにしているんですけど、なんでなんとなくそれを今どんなことができるだろうって今考えているところですね。紙はいいですね、ね、お金かかりそうですけど、いや、うんうん、いいと思う。富士山系リビングの会社とかに毎月あの薄い冊子、はい、わらばしみたいな、うん、ああいう感じでもうちょっとちっちゃい感じで多分会社に置いたら女性みんな読みますね。本当ですか、うん、そういうのがいいと思う。例えばそれこそ30代とかね、うんうんうん、だってそういう人しか働いてないから、うん、会社はそっか、そうですね、みんな女性は興味ありますね。なるほどね、うん、そう、もう本当フリーペーパーで、うん、やれたらいいなと思ってます。プレゼントみたいにちょっと日経ウーマンとかになっちゃうと取る人が決まっちゃうので、高くなっちゃうんですよね、はい、確かにね、うん、でもお金のことが全然弱いのでスポンサーとかどうやって探すのか、うん、そう、そのやつです、ね、川崎さんの魅力で書かせてっていう人多いと思います。やっぱり下の世代に伝えたい方も多いと思うし、やっぱり、ね、うん、みんなでやっぱりそういう土壌を作っていってくださると女性もやっぱり
女性ってどうしても今20代後半って会社で中途入ってくる子多いんですけど、うん、すっごい優秀なのに、うん、なんか男性もやっぱりちょっと入ってくるじゃないですか。男性より変な話、女性の方がすっごい優秀で使える子多いんですよ。男の子ただ単純でいい子みたいな本当にもうすっごいずっと私の同僚とか毎日後ろで言ってますから、そうそうそう、もうそれが日常になっちゃってるけど、うん、そでも女性ってやっぱり妊娠すると2年とかはいなくなるんですよ。やっぱそういうの考えてるとやっぱ男性取らなきゃいけないのかなとか思ったりとか、うん、なんかその辺がなんか、うん、本当ですね。今ね、その在宅サテライトじゃなくて何でしたっけ、在宅でできるようなシステムは整いつつはあるけれども、はい、うん、なかなかね、ずっと働き続けるって、うん、しかもやっぱり2人欲しいってなってくると、うんうんうん、結構ブランク空いちゃったね、はい、ありますもんね、うん、そうですね、うん、じゃあ次のそういう世代の今ちょっと何かやりたいけど一歩踏み出せないとかやってるけど今後どうしていこうかなっていう方への何かアドバイス的な、私が聞きたいぐらいですけど一歩踏み出せないでいる人は何が問題なんでしょうね。不安だったりできるかどうか分かんないとか、自分に向いてるかどうか分かんないとかかな、どんな感じでしょうね。それを考えるとうちの、あの夫の母が83歳でまだ現役なんですよ、あのお茶を教えてるんですけど、生徒さんひっきりなしなんです。うん、そうすると時間ってたっぷりあるじゃないですか。私も50になって残りの人生考えましたけど、あのそれが20代30代であればダメでもやり直しいくらでも聞くし、ダメなことがさっきもね、あの落ちたことがまた次につながったりもするから、やってみるというのは絶対大事で、そのよく言うじゃないですか、 やらない後悔よりもやった後悔の方がいいっていうのは本当にそうだと思います。私もそう、最後あれやりたかったなと思って死ぬのが嫌だなと思って、あんまり欲張りすぎてもあれだし、何でもいいからやればいいっていうことではないけれども、本当にやりたいことがあったら、やらないと後悔するんじゃないですかっていうことですよね。でも結構やりたいことがわからないって人多い。そうだ、そうですよね、それ最初講座でもよくありました、その時は何のお話とか、でもなんかこう自分の興味、はい、あの例えば雑誌だったり、このこういう内容があったら絶対買っちゃうとか、必ずありますよね。それって絶対自分の好きな興味があることだから、それがまあ種というか、はい、それを元に好きか嫌いかをよく自分で興味があるかないかっていうところと、あとすっごい大事なのは、まあ、ちょっと話飛んでるかもしれないですけど、やれないことを考えるのもいいんですよ、私は数字に関わることは絶対ダメ、私もそうだあとなんかこうね、人と接するのがダメな人は、という、何て言うんですか、分かりますか、消去法でできないことを排除する、そうするとできることが残るんですよ、そうした方がいいかもしれない。そうですね、そうなんですよ、できることを考えていくと、その私これもできる、なんか選択肢は自分で狭めちゃうとこあるんですけど、できないことを排除すると結構できることあったりとか、機械系は絶対ダメとか、営業は私絶対ダメとか、そうしていくと結構狭まっていったりとか、仕事に関しては、っていうのありますかね。あと何すごく大事なのは、自分の中の価値観をすごい大事にすることで、時間なのかお金なのか、すごく充実したプライベートライフを過ごしたいのに、あの残業がいっぱい多い仕事を選んでしまうとか、お金がいいからとか、あの子供と一緒に、子供、そうですね、なんかそういう価値観ってちょっと今すぐうまく言えないですけど、自分の価値観ちゃんと整理するっていうのがすごい大事ですよ、もっと4回目でもっとこうしておけばよかったっていうところで、ね、ダイエットえー、とか思いましたけどすごい面白かった。33くらいの時って言われてましたか、
イギリスで3ヶ月で8キロ太ってそのままって言われててねえ、でも全然わかん、全くわかんないけど、いや本当ダイエットの必要あるんですかって感じでね、そうびっくりです、自信を持って服を着れないって、でもやっぱり女性にダイエットって大きいんですねそれも思った、やっぱね外見的なことってすごい自分の自信にもつながるから、でも美容とかやってるから多分そっちの余計に、じゃないかなと思ったりする、素敵な方いっぱい見るし、うん、細い方もいっぱい見るし、確かに、いいな、でもそうですよね、でも年齢重ねても綺麗でやっぱ痛いですよね、それはすごい、今のうちにそっかダイエットはやんなきゃって強く思わされたじゃあ、あゆみさんも先輩がいるからいいけど本当に、そうですね、これからやりたいことっていうのも大学院に行きたい、やはりそういう知識とかちゃんとしたいっていう、意識が高いですよね、大学に行かれたじゃないですか、40歳で、それもなんかやっぱ影響するのかな、どうなんだろう、なんか自分の中でやっぱりね、知識欲とかですかね、あとちゃんとしたいとか、不安なところを、何かであれしたいっていう、そうあれですよね、こういうなんかそういう学問っていうかそういう風に学びたいっていう方と、こうとりあえず何か重ねていったりする方と人それぞれですよね。そうですね。でもどちらにしてもこう年重ねてっても学、ちゃんと学んでいくという人って素敵だなと思います。思いますよね。思う。すごい本当ですよね。外人にもインタビューしてみたい、で、あ、そうだ、陽子さん、そう、私もしたい、そうだ、言ってた、はい、フォステンバーグさんでしたっけ、私もいつもある名前が、なんだなんだ、そうです、何、ファン、フォン、フォン、ファステン、ダイアン・フォン・ファステンバーグ、はい、したいなと思ってて、で、この前ちょっとフォーブスっていう雑誌のインタビュー、された録音された音源から記事を構成するっていうのをやらせてもらって、私も一歩ずつ近づいてってるなって、なるほどなるほど、それもそのフォーブスのウェブの編集長さんの知り合いなので、そういうのやってみたいっていうふうに言ったんですよね、そしたらこういう仕事っていうかあるんだけどっていうふうに、なかなか難しいんだけれども、それってあれ外国人の方、私なんかちょっとそれ載ってたのを拝見したんですけど、インタビューは外国人の方と日本人の方にしてて、であの英語に起こしたものをいただけるのかと思ったらそのままそのままなので、録音もそのままですか、はい、まあ、で聞きながらこうやるという、私にとってはちょっとすごいチャレンジングだ、そうですよね、一回向こうにこう文字に落としてから提出して修正とかがやっぱ返ってくるんですか、そうですね、編集ちょっとされてて、そういう文字っていうか意味合いの編集とかもされるんですか、訳す意味での、私ですか、向こうから戻ってくるとき、陽子さんが訳された、私がすでに構成はしたりとか、やっぱりインタビューしてると前後したりとか、話も、こういう流れで行った方がいいなっていうのがあるので、それを変えたり、構成して翻訳して、構成の修正も戻ってくるし、翻訳としての修正も来る感じなんですか、翻訳としての修正はなかったんですよ、あんまり、あ、素晴らしい、いや不安です、ね、だからそれが一番あれですよね、友達に言ったら、すごい、いやみんな英語聞いてないから大丈夫でしょうそれもポイントだでもすごい、でもね、なんかもう心配で心配でできないとかって、完璧になるまでできないって、ああ、
いう気持ちもあるけど、駆け出すことが大切ですよね、うん、やってみないとやっぱり、うんうん、本当にそうですね、その自分の夢には近づかないから、はい、うん、絶対そう思います、うん、はい、うん、本当ですよ、とりあえず、うん、やってみるとそれに必要なことがまた分かりますよね、そうそうそう、きっとそうなんですよ、うん、最短距離ですよね、だから、うん、そうですね、うん、なんかちょっとずれちゃうかもしれない、私なんか今、うん、インターネットのサイトのニュースサイトの編集やっていて、はい、朝と昼私担当なんですけど、うん、夜は夜であるんですね、で皆さんやっぱ朝8時台12時台とかが一番スマホとか PC 見る、うん、ニュースとかを、うんうん、で早く上げることがやっぱ一番重要、変な話ヤフーとかよりも、うんうん、で例えば、まあ、高橋昇さんとか高島玲子さんとか最近すごい趣味ですごいあれじゃないですか、で午前中の話題がもう午後にはもう時間が経ってばその判明してたりとかするんですよね、だから何やってると本当に早く、うん、もう紙の新聞だったら1日だと思うんですけど、うん、ああいうのって今が値段がつくものなので、うん、っていうのをすごくここ 2,3 日で実感したことがやっぱりあって、うんうん、そうだよなって思ったりして、うん、だから何でもやっぱりどんどんやってみちゃうことを注意してくださる方は、うん、ね、それでしてくださるので、そうですね、うん、勉強になるので、うんうん、すごいそれ思います、はい、そうそう、でも陽子さん楽しみですね分かんないけどね、うん、ね、あ、でもインタビューもそうですよね、して、うん、あ、でもこの番組でもできたらいいな女性のだからあ、そうですね、そう、あの方ってどういうあれなんですか、あの人生、ご家族はいらっしゃる、ええ、もちろん、はい、あ、もう旦那様も万丈なんですよ、ここでちょっと、うん、それはそうです、あれなんですけど、一応旦那様もいる、はい、いる、あ、お子さんとかも、ね、ちょっとどこだったっけな、なんか王子様ですね、ヨーロッパの、フォン・ファステンバーグってそっちの系の名前で、あ、そうなんだ、もともとは11種の、へ、まあ、でもお金持ちのお嬢さん、はいはい、そうだったんですね、もともとそうなんだ、うんうん、へ、でなんか華々しく社交界デビューしてとか、そんな感じの、へ、うん、で今はまた別の方と結婚されてて、でも名前はその時のままですね、多分それはファッションデザイナーで通してるのかもしれない、そうなんだ、波乱万丈なんですね、そうなんだ、話聞いてみたい、ね、うん、お子さんもいるんですか、はい、いらっしゃって、うん、お孫さんとかもいて、お、うん、へえ、そっか、いいですね、うん、なんか私たちも攻めていけたらいいですね、お子さん、あ、そうですね、うん、ある意味ね、うん、いろんな方に、あ、そうですね、うん、攻めていけるっていうのも、うん、何でもそうですよね、これから女性の時代だし、うん、うん、そうですね、うん、なんか尻込みしないでアクションしてみましょう、そうですね、だって投げる分にはいいですよね、で数打てばどっかで、あの高橋陽子さんだって10個でしたっけ、20個とかでその中の 2,3 個から本のあれが依頼が来たとおっしゃられていて、あの話にも勇気いただきますよね、すごい、やっぱり数打たないことには、うんうん、アクションを起こさないことにはですよ ね、でそこそこで考えてることは違うから、うん、全部に当てはまるはずなんてないわけで、ね、うん、うん、あ、ちょっとなんか楽しみなんか陽子さんちょっと近づいて、早くできるといいな、じゃあ頑張りましょう、はいそうですね、そうだ、ちょっとリスナーの皆さんも本当に楽しみにしていただけたら本当ですよ、スペシャルゲストとか言っちゃって本当に楽しみ、ちょっと話戻しますね、はい、そうですね、それで夢の、あの川崎さんの夢でニューヨークで求められる自分でいたいとか、はい、かっこいいですよね、うん、そう、びっくりした突然とかあのフレーズで言われてたから、ね、うん、感じるんだろうな、いいですね、うん、なんとなくイメージできますもんね、そう、はい、私すごいあゆみさんがなんか最近本屋さんに行くと、去年ぐらいからエリカっていう名前の方で、はい、ニューヨークに多分住まれていて、本出されてましたね、はい、うんうん、私はその本をいつも、うん、あ、また出したんだって、うんうん、実際手に取って読んではいないんです、私も気になってる、はい、そう、いや、気になっちゃってますね、陽子さん、私たち、あ、でも皆さんが買ってあれするのすごいよくわかるし、うんうんうん、読んだらうんうんっていう感じだとは思うんですよね、うん、でも
私あの方知らなかったし、うんうん、なんかあゆみなんかだからあゆみさんがこのニューヨークで求められるって言われた時にすぐあの本が思い浮かんで、うん、なんとなく形は違えとも、なんかあゆみさん、うん、合うなってすごい思いました。ですよね、うんうん、そうそう、そう、あとは30代と50代の方をやっぱつなげたいっていうのも、うん、うん、本当にそう、メンターみたいなね、うん、つなげてほしい、なんといいと思いますね、うん、なかなか話を聞ける機会って、うん、ありそう、ある方は多分すごく交流があってあるんでしょうけど、うん、ない方はあんまりないでしょうね、うん、なるほどね、うん、私は意外とこう年代問わず話してて、ね、多分広いから人間付き合いが多分会社で働いてる人はないですね。なるほどね、単純に、うんうん、私は息子の友達とかも、うん、陽子さんとか呼ばれてて、そうですよね、あと、うん、80代のうんうんうん、85歳の桜井先生とかの話とかもよく聞くし、そんなご高齢なんですね、うん、でもすごい若々しくて、うん、そう見えます、あの顔写真だけでなんか全然びっくり、隣にいるとこうドキドキしちゃうんですけど、へー、うん、いろんな年代の方の話聞いて、うん、それは本当に勉強になるので、うん、へー、ね、やっぱりなかなか大半の多くの方は同年代とか自分の毎日の環境の中の方たち、そっか、うん、そうですね、例えば主婦の方だったらやっぱりね、うん、主婦のお友達とかが多いと思うし、そうですね、ママ友中心になっちゃうのかな、うん、でもその中で主婦の方限らず、はい、あの息苦しい方もいると思うんですよね。自分で気づかない息苦しさを無意識に感じてるみたいな、うん、そうそう、いろんな人の考えを聞くと非常に楽になりますよね、うんうんうん、あ、それでよかったんだみたいな、そうそうそう、そうこういう考え方じゃなきゃいけないっていうか、そうそうそう、どうしても視野が狭くなっちゃうけど、うんうんうん、やっぱ一つに大きく属してると、うん、8割そこに自分が属しちゃってると、うん、それはそれで安心もできるし、うん、いいんだけれども、うん、はい、そういうところもありますよね。ね、うん、はい、確かに、うん、そっか、あと女性として良かったことで先輩と結婚できたこと羨ましいって今回何回私たちは言うんでしょうみたいな、素直に羨ましい先輩、うん、先輩っていう呼び方がまたいい。いいですね。はい。うん。すごい。うん。あとライフイベントに女性は影響されやすいけど、生かし方もあるっていうのも。うん。生かし方もあるって言ってくださったところがすごく。うん。うん、そうですね。うん。何でも物事ってこう、ね、うん、捉え方によって変わってくるので、うんうんうん、本当にこれにとってはマイナスかもしれないけど、はい、うん、実はプラスの面もあるっていうようなことってたくさんありますよね、うん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 、はい、うん、本当になんかそう、この言葉、あゆみさんが女性はライフイベントに影響しやすい、影響されやすいですよねみたいな、うんうん、そこだけで終わってらなかったところがやっぱ、うん、さすがだなってすごいやっぱ嬉しくなりました、ね、うん、うん、すごい、だって陽子さん思いっきり活かしまくりですよ、いやいやいやそんなことすごい、すごい、やっぱそこのそのパワーが女性なんか女性の方が強いかもしれないですよね、そういう男性って意外とこうできる人ほど何かあった時にシュンってなっちゃう人いますよね、うん、で生き物的に体裁とかもすごく大きく気にしそうな気がする、うん、そうですね、うん、そういう方多い気がするんだよな、ね、うん、それでいてなんか弱いところも持ってそう、そうですよね、うんうん、弱いところを見せられる人が必要みたいな、そうですね、うん、うん、確かに女性として良かったこと、そうですね、うん、うん、そう、あと最後にやっぱり本当に仕事にしたいなら、え、やっぱり趣味の延長が仕事になってる人はいないって言ってましたね、うんうん、そうですね、うん、仕事として意識し始めないとって、うん、もうこれすごい、うん、
断言してくださったところが私に大きかったです本当に自分で意識してそうしていかないと。そうですね、お金もらうっていう、はい、そう、なんか趣味で仕事楽しくて、まさか仕事となると思わなかったけど、最終的にはなったっていう方って、趣味で楽しいから、まあ、仕事にそのなる途中で、そういうこと多分いっぱいあれでしょうね、経験さ、感じられてるんだろうな、そこまで結局仕事になるかもっていうのは、そこまでその趣味が盛り上がってるんですもんね、多分その趣味がお金になってるような人って、自分では気がついてないけどかなりのこう、そうなんですよね、レベルが高くって、そうなんですよね、打ち込んでいってっていうことでしょうね、そうですよね、だから無意識にこう、かなりこうプロフェッショナルな域にまでやってるんでしょうね、そうそうそう、無意識なんでしょうね、本当に。でもそうやって意識してやっていくっていうのも、近道かもしれないですね。そうですよね、逆にそれで自分が何をポイントとしてやっていくのかとかも決めますもんね、そうですね、漠然と好きだったみたいなのが、陽子さんは、あれですか、陽子さんの柱って、柱なるほど、結局あの英語好きで、あ、仕事翻訳をされ、に変わられて、そうですね、もともと書くこととか本が好きだったので、本に携わっていたりとか、書くことだとか、で高校生ぐらいになって英語に興味があって、英語できるとまたこう、話せる人も広がってくるし、余計面白くなってきますよね、例えばインタビューにしても、日本人にするのも面白いけど、また外国人にするとまた違うんだろうなと。リカナさんはどんな感じで考えてらっしゃるんですか。私その韓国、やっぱりまあ好きで、今でも好きで、でこの前そうなんです、韓国のコリアンなんとかっていうね、日本人の女性で、結局そう韓国のファッションとかが最近今日本ですごく流行ってるんですよね、まあ、売られてるものとか全てそうだったり、裏ではそうだったりみたいで、向こうの写真みんなインスタが上手、撮る自撮りがうまいとか、いろんな、まあ、かき氷今年流行ってる、あれも韓国が結構人気もともととか、いろいろファッションって進んでいて、で日本の女性で韓国好きの人のサイトを作ってる女性がいて、この前その方と、私より全然若いで30ちょっとぐらいかな、お会いした時に、そうそう、なんかそういうことをされてる方で、自分でどんどん取材とかも頑張ってこう押して、取りに行ったりされてて、あと周りの人にやっぱり手伝ってもらったりとか、そういうのもまあ、上手なんじゃ、もちろん裏もなく、素直にこうやりたいっていう気持ちでどんどんしているので、私もなんかこういうのやってみたいなってすごく自分で思えて、なんで今単純にブログで書いてたんですけど、ちょっともっと韓国の情報というか、でも私のブログにこう来てくださってる方って、結局私の何かとその方たちの何かが合うから、読んでて不快感をあんまり感じずに見てくださってるのかなって思って、でやっぱ人にこう入ってもらったりして、特に記事書いてもらうと情報は増えるんですけど、また形が変わってくるところもあって、その辺のバランスっていうのも難しいなって、当分は私多分自分でやりたくて、でもコンテンツをインタビューを増やしたり、韓国人の人に話を聞いたりとか、そういうのを作りたいな、
って思って、うんうん、サイトを作ったんですけど、はい、進まないみたいな。やっぱりあのアメブロとかの、ね、アメブロとかのシステムって楽ちんですよね。大変だよね。ああいうのを作れれば一番いいんですよね、うん、私もブログ移行しようと思いつつ全然進まない。なかなか大変。最初に土着しちゃうとそれをやっぱり仕事にちょっと自分の中で変えてしていきたいなって、うん、自分でどんどんそう取材させてくださいとか行けば、そうですね、うんうん、でコンテンツ増えれば増えるほど、そうなんですよね、乗ってきてもらえますからね。そうなんです、うん、あと女子会をやってるので、はい、そこでやっぱりあこの方いいかもって思う方にちょっと手伝いをしてもらおうって思っていて、うん、その方は何人か自分の頭の中ではすでに人だけはピックアップできていてすごいすごいですよね。なんでやっぱり同じように好きで、うん、そう思って気持ちを持ってもくださる方がやっぱ一番いいかななんて勝手に思って、それ思います。でもこのインタビューも陽子さんどうにかしたいです。ああ、はい、ね、そうですね、うん、はい、ちょっと攻めに転じて、ね、女性の、はい、頑張りたまになんかね、セミナーとかなんか皆さんで交流できる機会があると、うんうん、いいですね、いいですよね、うん、やっぱそれが大きいかな。なかなか仲間って作れるようで作れない、うん、そうですね、うん、気がする。うん、うん、陽子さん Airbnb は、はい、あれですよね、まだ陽子さんされてらっしゃいますよね。してます、はい、ね、うん、当分まだ陽子さんご自分でされる。そうですね、うん、まあ、1ヶ月単位で学生さんに貸すので、夏とか、あ、そうなん、あのイスラエルからの、あ、その時はもう全然1ヶ月何もしなくて済むとか、うん、結構長く住んでくれる人も増えてきて、うん、そうするとそんなに手がかからない。すごい、みんなみんな定着するかも、すごい。いやいやいや、はい、そうなんですね、うん、まあ、でも本当このハートフルライフでも、はい、いろいろセミナーとか、はい、企画していきたいですね、はいはい、なんか話せる仲間が、うんうん、いる安心感をやっぱりあると女性って違う気がするんですね、うん、あ、そしたら川崎さんとかに来てもらって、そうなんです、キャリアとか本当にそう思いました。いいですよね、はい、うん、本当30代から40代50代60代とか、はい、ね、もっと若い子も来てもらってもいいし、うん、そうなんです、うん、うんうん、すごいそう思います。いろんな年代の方がいればいろんな時代とか、はい、考え方を学べるから、で皆さんやっぱり何かある方たちだから、うんうんうん、こういうの聞いてくださる方っていうのは、そうですね、うん、そう思いました。はい、はい、じゃあ企画しましょう、はい、ぜひ、はい、はい、ありがとうございます。お聞きくださりありがとうございました。次回は新しい方のインタビューをご紹介します。楽しみにお待ちください。